フォールアウト76、ワンウエストランド、遊んでいきましょう。さて今回はまず、ワンウエストランドに関しまして、もう私のようにね、待ち望んでいた、もう素晴らしいというね、評判の声が上がる一方、以前のパブリックテストサーバーでの動画でもお伝えした通り、批判的な意見も上がってるんですね。これなぜなのか、いろいろな意見を見てみて、新たに分かってきた部分が出てきました。なので今回、そちらを少々取り上げていきます。で、新要素だったり、システムの変更がかかると、その当日あたりはね、どよめきが起こったりするわけですが、まあ、例えばレジェンダリーラン、これ始まった当初はね、もう、間に合わないとか、クリアできない。こういうね、批判的な書き込みが行われるんですね。まあ、実際は終わってみたらね、もう、かなり余裕があったわけですが、で、今回のアップデート22、もう複数のシステムが組み合わさっての実装となるため、もうそれだけね、批判的な意見も、やや目立つ感じになってしまってますね。で、ワンウエストランドのレベルスケーリング、こちらのレベルに合わせて、敵のレベルも変更されるという内容。これ、序盤マップでね、レベル50の敵が登場するなんて、ありえないというね、という批判が見られるわけですね。まあ、ただこれ実際にプレイしてみると、レベル50の敵に対しても、普通の武器でもね、もう1、2発で倒せるんで、これ何が問題なのかなってね、疑問に思ってたわけですよ。まあ、想像で批判してる人もいるかもしれませんが、まあ、これ当然ね、私と同じように疑問を持つ人は出てくるわけで、で、こういう書き込みがね、されるんですね。あなたのレベルはいくつで、あなたの構成は何で、で、どの敵が難しいですかと。もう手助けするので、レディットで聞いてくださいと。で、これに対して、本当にもう難しいと思っている人は、返信を書き込むんですよね。まあ、主に初心者の人だったり、フォールアウトに慣れてない人ですね。で、ここら辺である程度解決するわけですが、ただ、そんな中、こういう意見を書いてる人が出てきました。ワンウエストランドは難しいから批判しているのではない。私の好きな構成で遊ばせてくれないのが問題だ。で、これを見て、あ、なるほど、そういうことなのかと思いました。これどういうことかというと、今までフォールアウト76は全体的にもうすごい簡単なゲームになってしまっていたんですね。もう最たる例がダメージ計算。もうどの敵もね、異常なダメージでワンショットキルできてしまっていたんですね。で、それがために戦闘用のパークを告げずに結構適当な構成でもね、遊べたわけですよ。しかし、アップデート22、これはね、きちんと戦闘用のパークとかつけないと結構厳しくなってしまうと。で、これがどうやら問題としている一番の部分なのかなと思いました。もう敵に対してね、何十発も弾を無駄にしてしまうという書き込みがあって、なんでそんな弾が必要なのかなとね、わからなかったんですけど、これなるほどねと思いました。まあこれは戦闘用のパークつければいいだけの話で、例えばライフルマンならパーセプションに12ポイントを割り振る。それでいいはずですけど、ただ、この人たちにとっては、今までね、そんなことしなくても遊べたのに、この12ポイント割り振らなくてはいけないのはおかしいとね。まあ、こういう話なんですね。で、これどうするかですけど、まあ、結局のとこ、戦闘用のこのパークつけないで楽しんでいた人が、どれくらいいるか次第ですよね、もう。今回のアップデートで、ね、アクティブユーザーがもう結構減ってしまったとか、そういう場合は、ま、ベセスダはね、対処を取ることになるかもしれませんが、ただね、ここで出てくるのはレジェンダリーパーク。これスペシャルポイント。合計30ポイントぐらい上げられるんですね。だからこれで対処できるんですよ。で、戦闘用のパークに、さらにスニーカーあたりも取れますよね。そんだけポイントがあれば。だから、ベセスタは、これを案内したらいいんじゃないかなとね。もう、レジェンダリーパークを用いて、戦闘用のパークを取りましょうと。で、この上でまだ、レジェンダリーパークを用いずに、好きな構成で遊ばせてくれと言うんであれば、これはシステム側の問題じゃなくて、遊ぶ側の問題になりますよ、もう。いわゆる制限プレイ、ロールプレイの範疇になってくる。だからこれはもうね、遊ぶ側で工夫すべきなんですよ。それと、良い面にもね、目を向けた方が良いですよね。もう何かというと、敵のレベルが上がったということは、経験値も何倍に増えてるんですよ。もう今まで、レベル5の敵は、もう経験値10とか20だったけど、レベル50の敵はもう経験値100とかね、取れるんですよ。これ、レベル50の敵をね、1、2発で倒せるんであれば、今までの弾の消費量に対し、もう経験値はね、超増えてるわけじゃないですか。で、5、6発って倒したとしても、もう取得経験値はね、同じぐらいですよね。で、ドロップアイテムも当然、レベルに見合ったものが落ちてくる。で、さらに、この、取得経験値高ければ、レジェンダリーパーク、どんどん上げていけるし、レジェンダリーランも早くこなせるんですよ。これ、いいことだらけなんですね。もう、だからね、もう現在、レベルがね、とても上げやすくなってると思う。これ、評判の声上がってますからね。さあ、まあ、こんなところでしょうかね。ワンウェストランドの批判の声に対する、私の考えっていうのは。じゃあ、今回もあとは、デイリーチャレンジとか、ちょっとこなしていきましょうかね。デイリー要素はどうやらバレーガレリア。そこは遊んだことがないんでね。ちょっと楽しみですね。ではデイリーオプス。チームありませんね。作成するか。
今回のデイリーオプスはなんだ？バレーガレリア、敵はスーパーミュータント、どうやらこちらを凍らせる敵のようですね。とりあえず向かってみるか。バレーガレリアと燃え盛る鉱山、この二つはね、結構簡単という話を聞きましたが、お、早速三人ぐらいになりましたね。これは楽勝かな。今後のデイリーオプスは敵の数が減って一体の敵が強くなる。で、ステルススナイパー向け、そういうものも増えるようですね。それはなかなか楽しみですよね。で、とりあえず目標は上っぽいんだけど、あーっと凍ってる凍ってる。あれ、どこにあるんだ？目標の位置わからないから、他の人に任せるか。こっち合ってんのかな？お、あれ、あれ、この内部か。お、この内部で合ってるっぽいね。これ達成いい？次は向こうか。いや、どっちだ？二手に分かれる可能性あるな、これ。よし、敵はどこだ？まだ弾を一発も撃ってないな、今回は。来たか？ミュータントをぶちかます。いいねいいね、この撃ってる感じがたまらないよね。おっと、あなたか？後ろからも来るようですね。あそこにいるぞ。後ろ来た？どこだ？あれか。よし、やつ任せろ。足場撃って爆破ダメージ与える。あまり効果的じゃないか、これは。名前は氷結のスーパーミュータント。なんか中二的な漫画に出てきそうな名前ですね。どこだ？あれか。ほら、あたを狙えば300ヒット。経験値144。デイリーオプスの経験値はやや下がってると思いますが、ボルトランチボックス使ったんでね、そこでも効果出てるかな。一度目的が達成せずに延々とカルドがね、そういう遊び方しても面白そうですよね。そう、こちら達成。もう一つは向こうかな。よし、行くぞー。あと、パーマーのパークカードで、何でしたっけ？なんとかトレイン。なんか走ることでね、敵を吹き飛ばせるパークカード。あれを近接判定にしてほしいという意見がありましたね。だから、バッシュで殴らないと倒せない敵、それをダッシュで倒せるようにするとかね。コミュニティマネージャーも、それは素晴らしいと言ってましたが、あのカードあんまり使うことないからね、使い道増やしてくれると、確かに面白そうだけど。ここはどうなるんだろうね。上から来んのかな？ボスはやはり、ミュータントなのかな？こういう狭い場所で、ベヒモスとか、出てきたら面白そうだけどね。あれはバカザのミニカンか。ド派手ですね。完全にハッピートリガー状態。全部から2体。次は？どっちだ？お、お、お、なんだあれは。普通のミュータント？火炎放射気持ち？グラムのような。あ、あ、ジェットパックで飛んでる人がいる。面白いな。こいつも、後を狙っていく。なんか仮面みたいなのつけてないこいつ。スーパーミュータント。つけてますよね。ちょっと特殊な。ほらほら。骸骨風の。ペイントかな？よし、これはクリア。6分44秒。結果を見よう。これは簡単でしたね。5ミリ弾、500発。オートグレネードランチャーに、ガウスライフル。あ、ボルト94ジャンプスーツ。これ何？レアなの？まあ、レアっぽい感じがするけど。これ終わったら、デイリーオプス、もう受けない場合はね、違う目的に変えてしまっても大丈夫かな？カジュアルとか。まあ、再びやりたい人は抜けてもらう感じでね。目的を変えてみようじゃ。目標を、カジュアルに変更。絆はそのままで、目的だけ変えられるようですね。ボルト94のジャンプスーツ。まあ、76のジャンプスーツと、おそらく背中の数値が違うぐらいじゃないかな。そんな感じはするけどね。ジャンキーのガウスライフル。これは交換でいいかな。グレネードランチャー。これも交換しよう。では残りチャレンジ、ちょっとこなしていきましょうか。レベルアップ、モールマイナー。イベント完了。風船ガム。モールマイナーか。これは、これからはね、どこのモールマイナー買ってもいいから。しかし、ここら辺にはモールマイナーいないかな。やはり石灰の山かな。行くんであればね。ファンデーションの入植者のレベルも、75になってますね。レベルが上がっている。じゃあ、ルイスバーグあたりから、西方向に進んでね、モールマイナー倒していきますか。ルイスバーグには、ミュータントがいることもありますけどね。今回何かいますかね？グールか。グールは定番のようだが、あいつは、グロイングマン。さすがにグールは、レベルが上がっても、弱い感じですね。あいつは動きがおかしいな。足を狙って、砕いていく。おっと。バカした。
あとは新しいロードマップ、それが公開されてましたね。BOS のメインクエストは、今までね、2つに分かれて公開されるものが1つになって、で、やや後ろ倒しになったのかな。11月 ?11 月か12月。そこら辺まで伸びましたね。なので、それまでは、現在のシステム。それと、各イベントが発生するので、それで楽しんでいく感じですかね。しばらくはね。で、ボムドロップイベントというのが、10月あたりに起きるのかな?内容がまだね、不明なんですけど。まあ、トレジャーハンターイベントとか、そこら辺もどんどんやってくるんで、そこら辺と同じような感じのイベントになるんですかね。ただ写真を見る感じね、やっぱり核爆発がね、起きてるかのような、そんな写真だったんでね、やっぱり爆弾落ちてきそうですね。おとぐる。モールマイナー一匹倒しましたが、あらて。あそこになんか、集団がいるけど、体強心じゃ。遠方から、狙っていくか。5体くらいいるぞ。爆発が結構、範囲ね、広く当たりますよね。だから遠方の敵でも、かなりがっつりまとめてやれる。ちょっと見えないな、位置が。バーツで倒していく。爆発した。カルト強心じゃ大爆発。ガスで撃って。目の前に一体。お、結構強いぞ。上にレジェンダリーがいる。レベル50か。よし、アイスを倒し。武士を手に入れよう。あそこに一体。やつ撃つ。爆破して死んだ。ブラッディメス合わせると、ド派手ですね。ここのレッドロケットは、フローターが湧くようになりましたが、以前はちょっとね、レベル低かったけど、レベル50になってますね。さっと倒していく。さすがにこれ以上は、ここはレベルは高くならないかな。あ、60。赤灰の山は、とりあえず、50か60ですね。敵の強さは。ボスになると、もうちょい高くなるのかな。さて、定番のモールマイナーのいる場所。来ましたけど、いますね。早速前方に、3体ぐらいいるぞ。背中から、撃ちまくる。おーっと、なんだなんだ。だいぶ上がってた。なんだなんだ。そして、スコーチ?あーっと、なんだ。レベル75のスコーチビーストがやってきた。とりあえず私の目標は、モールマイナーだが、あーっと、どうしようかな、あいつ。ちょっと戦ってみましょうか。バーツで倒す。あと何体だ ?4 体ぐらいか。スコーチ。エクセキューショナー。レベル100。スコーチビーストのレベルが高いから。枠スコーチも、レベルが高いのか?お、経験値。超高いよ。352。スコーチなのに。これすごいな。上にも、モール前になりますね。なんか動き面白いのです。バックステップしてる。向こうのスコーチに怪我してんのか、こいつは。あと一体。あ、いたいたいた。貴様は左右かな?ほら、とどめ。あ、まだ下にもいるな。レベル60だ。さっと倒して。ハーマー乗った方が早いかもしれないか?降りてくるぞ。よし、来い。おりゃあ。生身で打ち合いだ。頭を狙えば、それなりにダメージ入りますね。やはり。180。結構入りますよ。うわぁ。あと狙わくて。タイヤマの、バカズガトリングン。あ、面白いだ、面白い。逃げろ、逃げろ。よっしゃ、よっしゃ。やった。スコーチビーストも問題ありませんね。これぐらいの強さなら。お、レジェンダリー。やった。お宝は、血濡れのパイプピストル。星二つ。お、バッツ用かな、これは。以前も持ってましたが。ちょっとね、交換しちゃったんですけど、また新たに使っていきますかね。ここは消防局ですが、このそばにキャンプ。こんなとこに建てられるんだ。交番。これはまさかの、日本人キャンプか、これは。ファイアーブリーザーのそばに交番。なかなか活かしてますね。あ、檻だ。5000キャップス。ああ、警察官の格好してる。チャールストンは、ホンライトのいる場所以外にも、はぐれミュータントとかね、結構いますよね。スナリギアスあたりも、湧いてる時もありますけど。敵がレベル50になったらまた、見どころもね、結構増えていそうですね。全部にミュータント。やつを倒していきたいが、
向こうに移動してるな。一体目、303経験値。結構入りましたね。あそこに2体いるぞ。303入るよ。ちょっと高くないか。どうなってんだこれ。あらららら。ああ。ちょ、待て待て待て。うわあ、これやばいぞ。うわあ。ああ。これ、触れると死ぬ可能性あるな。大丈夫かこれ。おお。おお、あ、意外と大丈夫だ。76は、こういうのにぶつかってもね、死ぬことはないんですね。4なんかでは、確実に死んでたね。ガッツイは、なかなか強いか？ヘビーガンできるかな？一体目、経験値276。ミュータントより少ないな。しかし、奴ら倒していくぞ。二体目、駐車場には、焦げたグルがいますね。経験値はぼちぼちかな？ここから、裏通路的な場所に出れますね。おっと、下に、固まっていた。さっと2体倒したが、まだいるな、これは。来たぞ。いや、吸ってく。おっと、あれで、5体ぐらいが、まとめていたんですね。いろんな種類の敵がいるのね。面白いですよね。クランベリー出現のディスタントサンダー。これ、イベント用の敵がね、結構レベル低かったりしたんですけどね、スコーチが。しかし今は、どうなんでしょうね。レベル高くなってるのかな？マイヤーラークに、スコーチですね。レベル50。うん、まあ、こんなもんか。スコーチを破壊していく。先導のグレネードランチャー。マイヤーラークキングに対して。素のヘビーガンで勝てるんだろうか。やってみるか。うわぁ。あたたたたた。力が厳しいか？しかし、動きながらやれば、やれるかな。体力ギリギリ。スイバック。ひょう。逃げろ。回り込んで。粉砕したかな？何か争ってますね。ブラッドイーグルあたりかな。遠方から撃ちまくる。何がいるんだ、これは。結構激しい戦いですが。あれは？ブラッドイーグル。処刑人？執行人か。こいつはスコーチ。バーツで倒していく。よし、レベルアップ。これで目標は達成ですね。ランクはすでに12まで行きましたね。現在は3日目ぐらいかな？まだウィークリーチャレンジも残ってますね。本当に今回は楽な感じがありますが、よし、じゃあ今回はここら辺で一回終了したいと思います。続きはまた次回。